いきます。こちら、皆さんこんにちは、レノンです。ということで、皆様2022年お正月いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は去年に引き続きですね、ゲームの福袋、そして、新たにアニメグッズ系の福袋買ってまいりましたんで、みんな大好き福袋開封動画をね、今年も撮影していきたいなと思います。よいしょ。ということで、こちらスーパーファミコン福袋から開けていきたいなと思います。ちなみに、まあ、狙い、まあ、あの1100円なんで全然期待はあんましできないんだけど、狙いは、ドラクエシリーズとか、まあ、マリオとかファイナルファンタジーとか、まあなんだろうな、レアじゃなくていいからコレクションできるものが入ってたらいいかなと思います。よし、開けよっか。去年さ、何買ってたっけ、福袋。プレイステーションとかか。今年はファミコン、スーパーファミコンということで、行きましょう。ちなみに、全部で10本入ってます。行こう。まずは1個目。パッパ。行きます。まずは1本目、こちら。何これ、レアなんじゃないの。こちら、ファミコンジャンプ。週刊少年ジャンプのキャラクターがめちゃめちゃいっぱいいるやつ。どうするこれ、超激レアだったら。ちなみに、ネットで調べて、こっちかな、こっちかこっちに、実際に値段を調べて書いておきます。なんかちょっとレアっぽくね？俺の最近ハマってる両津勘吉もいるぜ。部長！はい、続きまして、2本目。こちら、高橋名人の冒険島 2!2 か。高橋名人の冒険島は、すごいなんか有名だよね。それの2ですね。はい。1が欲しかった。行きましょう。続きまして3本目。こちら、4人打ち、麻雀。ふぅ。なんか出落ち感半端なくね。1本目のこれが良すぎたでしょ。まだ俺が欲しかったドラクエシリーズとかファイナルファンタジー来てないっすね。4本目。こちら。お、テニス。これもこれで有名じゃない？めちゃめちゃ多分初期のやつだよ。ファミコンの。ファミコンが出てすぐとかの。テニス。まあ、このご時世ね、コロナでね、うん、外でなかなか運動っていうのも、まあ、ヘイトを買う行為になってしまうかもしれないから、これで運動します。ということで、なんだかんだ、次5本目ですね。半分行きましょう。こちら。あ、テトリスだ。え、当たりじゃね？これ本当に1100円ですか？これまさか一番最初の最初期のテトリス？うん、てんつってんてってんつってんてってんつってんてってん。テトリスちなみに、スイッチのやつでハマってますね、今。いいね。普通に遊びたいやつが出てくるんだけど、コレクションじゃなくて。続きまして、6本目。行きましょう。こちら。お！忍者ハットリくん。忍者は修行でござるの巻。忍者ハットリくんのゲームなんてあったんだ。ほーん。ほーん。次。7本目。ちなみに今までだいぶいいです。行きましょう。こちら。ん？アルゴスの剣士。はちゃめちゃ大進撃。これ知らねえ。こっちに出てる金額高いですか安いですか。これは、どういう価値があるんだろうな、わからないな。ついに7本目にして全く知らないソフトが出てきましたね。ふん。ほーん。続きまして、8本目。行きましょう。こちら。なんだこれ。ロードランナー。なんかさっきのさ、テニスの感じするよ。テニスとロードランナー。なんか似てんな。なるほどね。なるほどじゃん。はい、続きまして、9本目行きましょう。こちら、ゴルフ。ほーん。ということで、ファミコンソフトラストとなってしまいました。僕の欲しかったドラゴンクエストシリーズやファイナルファンタジーシリーズは入っておりませんでしたということで、最後の一本にかけよう。頼む、ファミコンの神様、俺にドラクエとファイナルファンタジーをくれ。行きます。こちら！なんだこれは！ということで、編集しながらね、この動画を、全部の値段をまとめようかなと思います。ちなみに福袋自体の値段は1100円でした。実際に中身に入っていたゲームの値段の総額がこちらです。どうですか？ちょっと僕はまだわかんないんだけど、今現状ね。まあでも面白いっすね。うん、結局さ、お正月に買う福袋って、使うか使わないかとか、それこそゲームだったら遊ぶか遊ばないかは置いといて、どんなゲームが入ってるんだろうっていうやつでしょ。それを考えればめちゃめちゃ楽しめたね。
ということで、ファミコンの、福袋、1100円の福袋でございました。次回の動画はスーパーファミコンの福袋ということで、皆様そちらもご覧ください。それでは。